ズどうやって使えばいいのか教えてあげてください。単語本当に0秒ぐらいの感覚、音声を聞いて学習してほしいんですよ。2時間ずつやろうみたいな人いますけど、はい、ぶっちゃけそれじゃ遅すぎます。僕が推奨するペースは1日100語。さあ、始まりました、もちゃきチャンネル。さあ、今回はですね、武田塾イングリッシュ CEO の伊崎社長。はい、どうも伊崎です、はい、よろしくお願いします。はい、今回なんですけども、やっぱり金のフレーズ、おー、みんなが持ってる、本当に受験会場行っても、はい、確かにみんなが持ってるっていう、うんうん、この本ちょっとどうやって使えばいいのか教えてあげてください。お、いいんですか。はい、はい、まあ、ちょっと事前に僕がどんな人か簡単に説明すると、はい、まあ、武田塾イングリッシュっていうチャンネルの方で英語に関する参考書についてをね、あの今日の一冊みたいなシリーズでいろいろ紹介してたりするんですけど、はい、まあ、よかったらそちらもご覧ください、はい、で今回金のフレーズ持ってきました。これなんでおすすめしてるかっていうところで、はい、まず言うと、この単語帳に掲載されてる英単語めちゃめちゃトイックで出ます。おうおう、なんでやっぱトイックを受けてるって人だったらぜひ覚えておいてほしいっていうのが一つありますね。であと網羅性もそこそこ高いですね。まあ、1000単語で難しい単語も載ってはいるんですけど、1000単語の他にあのサプリメントというところが含まれてまして、トイックで出るですね、いろいろな表現、まあ、定型表現とかですね、が合計でいうと443語、ほうほう、数えたんですよ、はい、なるほど、443語載ってますんで、そこまで覚えればめちゃくちゃトイック楽になります、うんうん、やっぱり大学受験とか英語をやってきた人が多いと思うんですけど、まあ、それだけだとトイックいい点数取れないんで、うん、トイックにしか出てこない表現っていうのをね、しっかり押さえていくのにすごくおすすめの参考書になりますね。まあ、トイックっぽいなっていうところで言うと、やっぱり職業とかですかね、はいはい、一般の単語帳だとなかなかそういうの載ってないんですけど、まあ、そこら辺も掲載されてますし、点数目標スコア別にレベルが分かれてます。で、あの600点レベル、730点レベル、860点レベル、990点レベルっていう風に大きく4つに分かれてますね。で、構成がちょっとこの本特殊なんですよね、はい、左のページにフレーズとその訳が載っていて、右ページに英単語と英単語の訳がその単語の下に書いてあるんですよね、うんうん、横じゃないんかいって思うんですけど、うんうん、なんで下やねんっていう。で、一番右にはテックス加藤先生からのコメント、この英単語はこういうシーンでよく出るとか、この意味でも出るから覚えておこうねとかね、うんうん、あのそういうことが書かれてあるんですよ。つまり左側には問題になってるってことですね、フレーズが。そうですね、実は空想になってるわけですよね、穴埋めになってますね、はい、で、はい、その答えの単語が右側に出てるってことですね、はい、はい、そうなんですよね。ただこれ赤シートで隠せるのが英単語になっちゃってるんですよね。要は空所補充用に作られちゃっているので、英、うん、単語が赤シートだと隠せると。なるほど。ここはちょっとこの単語帳僕嫌なところで。ああ、そうなんですね。ぶっちゃけリスニング&リーディングじゃないですか。なんで受動的な力を鍛えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。トイックってもう情報処理速度が問われる試験だと思ってるんで、まあ、一単語本当に0秒ぐらいの感覚、もう本当に見たら意味がわかるっていう風になるように仕上げていってほしいんですけど、その時にですね、この日本語から英単語に訳すっていうのってあんまいらないんですよね。一応それおすすめしてる YouTuber さんとかもいるんですけど、個人的にはですね、まあ、やっぱり英単語の方から訳の方を言えるようにしていってもらいたいなというふうに思います。なんでおすすめは、なんかこの右側に出てくる英単語の下に訳が出てくるので、はい、紙を使ってしおりを作ってほしいんですよ。なるほど、まあ、この単語サイズのしおりをこう作って、こうやって下にずらしていくとテストができると。はははなるほど。そういうふうにしてテストしていってもらえると、まあ、普通の英単語帳ってあの日本語訳が隠れるじゃないですか、うんうん、まあ、それと同じように使うことができるので、そういうふうに使ってもらえるといいんじゃないかなというふうに思ってます、うんうんうん。であとはいきなり全部の日本語訳を覚えようとしてしまう人がいたりするんですけど、はい、それについては一語一訳でいいんじゃないかなと思ってます。あ、なるほど、複数の意味があるやつってことですね。そうですね。なので実はメインで使っていきたいのは左ページじゃなくて右ページ、そのページの一語一訳をまずは覚えていくと。逆に左ページに関しては、うわこれイメージできなみたいな単語あるんですよね。熟達したってなんだよみたいな、はははは、資金調達のためのみたいな、ちょっとよくわからないなみたいな時とかがあったら、左側のフレーズを見て、あこういうフレーズで使われるのか、こういうシーンで使われるのかっていうのを読んでみるとか、あと逆に一番右にある先生からのコメントを読んでみるとかですね、まあ、そういう風に使ってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そうですね、暗記するのと、あとはまあ問題集的な感じですよね、うんうん、左のやつは。なんで、まあ、一問一答でテスト形式にしながら覚えていきたいとかっていう人のものになりますよね。そうですね、まあ、あとですね、うん、まあ、リスニングの方も一緒に鍛える
方がいいかなと思うんで、はい、音声を聞いて学習してほしいなと思います。なるほど、はい、まあ、ABC ドというアプリで音声を聞くことができるんですけど、再生スピードも変えることができて、一番遅いと 0.5 倍、まあ、半分の速度で聞けるんで、うん、もうめちゃくちゃゆっくり聞けます。なんでちょっとリスニング早すぎて聞き取れないよっていう人もね、試してみてもらえたらいいんじゃないかなと思うんですね。で 0.1 単位と上げていけるので、まあ、0.6 にして 0.7 にしてというふうにね、ちょっとずつ速くしていくと徐々に負荷を上げていくことができますね。で 2.0 倍まで変えて聞くことができます。速くすることもできるということですね。そうですね、2倍速まで早めることができると、うん、で標準的な音声については A 単語日本語訳、フレーズの日本語訳、英語のフレーズが2回流れるという順番で流れてくるので、うん、A 単語が流れたら日本語訳を予測するっていうやり方でやっていくと、うんうん、やっぱり耳で学習するってことができますね。なので電車に乗ってる時とかバスに乗ってる時とか、ちょっと単語帳開けないなみたいな時でもこれを使ってもらえれば勉強していくことができますので、それもすごいおすすめですね。まあ、やっぱりなんか英単語を机に座ってやる時間、勉強時間だけでやろうとする人いるんですけど、はい、まあ難しいと思います。はい、なんでまあいろいろ隙間時間使って出会う回数増やしていかないといけないんで、あと出会う回数と出会い方を増やすというか、うん、ほいほい、はい、目だけで見るっていうよりも耳も使ったり口も使ったりして覚えていくのがいいんじゃないかなと思います。なるほど。で、まあ、あとはですね、 ABC ドのアプリでの使い方になっちゃうんですけど、アプリで分からないとか分かるとかでこうテストすることもできます。なるほど。で間違えた問題に関してはブックマーク作成して後で復習するみたいなこともできるので、うん、アプリ使ってるよっていう人に関してはね、それを使っておくと、まあ、分かる分からないっていうのをこう仕分けした後に分からないものだけを移動中に、まあ、スマホだけ出せるみたいな時だったらね、はい、それ見て覚えたりすることもできるんで、うん、まあ、それもおすすめかなと思います。じゃあその ABC 度でやる場合は一期一役のテストみたいなのができるって感じ。そうですね、一期一役というか役をクリックすると答えが出てくるんですけど、はい、その時に分かった分かんないっていうのをこう選んでいくみたいな感じですね。あ、じゃあテスト形式って、テスト形式ですね、はいはい、うん、っていう感じです。で、まあ、もうちょっと具体的な話をすると、まあ、英単語で、ね、1日10個ずつやろうとか1日20個ずつやろうみたいな人いますけど、はい、ぶっちゃけそれじゃ遅すぎます。お、はい、もうそんなペースでやってたらすごく大変ですよね。そう、じゃあどれぐらいのペースでやればいいんですか。なんで僕が推奨するペースは1日100語。おお、なるほど、はい、もうそれぐらいやってほしいです。どうやってやったら100も覚えられるんですか。まあ、それがですね、90分100個で覚えられる暗記法というのがありまして、はい、まあ、ざっくり話すと、まず分かる単語と分からない単語って分けていきます。はい、仕分けですね。なので1回テストするって感じですね。うん、で一応チェックボックスが一番左にあるので、うん、まあ、そこにスラッシュだったり、まあ、チェックなりつけていって、うん、分かってるものと分からないものに分けますよと。でそれで全部分からないですってなる人は銀のフレーズっていう1個前の参考書に戻ったりとか、森田先生の出している品質英単語に戻ったりとかしてください。うん、全部分かんない人がやる参考書じゃないんで。なるほど、はい、で仕分けした後に今度は10個ずつに区切って覚えていきます。ほいほい、やっぱり人間って100個全部覚えてくださいって言われても覚えられないんですよね。うん、小さく情報を分けていくことで覚えやすくなっていくっていうところがあるので、まあ、5個とか10個自分の覚えやすい量に区切って、その英単語だけを何度も声に出したりとか、どうしても覚えられないなってものに関しては書いたりとかですね、して覚えると。なるほど。で区切って10個ずつ覚えていくんですけど、次の10個覚えようってなる前に10個単位でテストしてから次に進んでほしいです。はい、10個覚えたなと思ったらまたテストして、そうすると、まあ、できなかったなっていうやつまた出てくるんで、できなかったなっていうなるのって、まあ、すごく数が減ってると思うんですよね。10個の中で2個とか3個とか、で2個とか3個だったらもうサクッと覚えてもう1回テストして2個とか3個言えると思うんで、日本語訳が1個答えられるよってなったら次の10個という風に進んでいきます。なるほど。なんで、まあ、10分ぐらいで10単語覚えられると思うんで、50単語わからなかったよっていう人に関しては約50分ぐらいで一応全部の単語を覚え終わるってことになります、ね。うん、なるほど。ただこれで終わりにしてほしくなくて、はい、最後に総復習のテストっていうのをやってもらったりしています。まあ、実際武田塾イングリッシュってこのやり方でやってるんですけど、うん、まあ、もう一度ですね、全範囲をちゃんとテストしてみると、でそこで全問正解できてたら終わりで OK なんですよね。ってことは100単語ってことですね。あ、なるほど。まあ、厳密に言うともう50個ずつにこう区切って50個単位で1回ずつテストするんですけど、うんうんうん、で最後に1から100全部まとめて総復習っていう風にしてます。こういう風にやれば1日でいけると。そうですね。まあ、ただそれでね、後々ちゃんと復習してくださいね。うん、その1日だけで終わりじゃダメですからね。そうですね。きちんとその後もやるっていうのを忘れないでください。毎日ただただね、進んでって1000まで行ったみたいな感じでね、やってもダメですからね。確かに確かに。復習も入れながら何度も何度もやるっていうのが大事になりますから。そうですね。はい。なんで、こういったことをですね、意識しながらやってもらえれば、うん、キンフレマスターできるんじゃないかと思いますので、ぜひ使ってみてください。参考になりましたかね。参考になったらぜひですね、グッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。そして武田塾イングリッシュの
チャンネルの方もぜひぜひ行ってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。